ブンゲームチャンネル。はい、どうもはいはいはい、今日はね、ついにね、僕がね、王冠ガチャをね、引けるという時がついにこのタイミングでもう逆に終わりきますからね。そうそう、逆に間に合ってよかったなっていう感じですよ。よかったよかった。なんでこう、僕ガチャ気にしてるかっていうと、はい、今回のプロジェクトっていうか、壮大なね、オカルトのために、はい、ネンドロイドね、作ったんですよ、シャルロット。で、ネンドロイド、シャルロットを作って、シャルが出るかっていうのをね、もう超時間かかった、作るの。まあ、もともと去年、僕作り始めてたんですよ、はい、シャルロット自体。で、あー、そうだね。もうね、できねえと思って。うん。こんなん、俺じゃできねえと思ってやめてたんだけど、今回このね、またシャルロットが出るっていうことで、また再開しました。はい。で、ですね、ネンドロイドって言うと、アニメとか、ゲームのキャラクターを、デフォルメキャラクターにした二頭身ぐらいのね、駆動する、あの手と足とか顔が動く、キャラクターのフィギュアですね、うん、それは、今ね700種類ぐらい出てるんですよ、ネンドロイド。だからね、いろんな本当アニメとか、ゲームのキャラクターがかなりあります。で、シロネコプロジェクトはの、ミラノ、ネンドロイドも出てます。それがね、4444円、この数字なんだろうね。でもこんぐらいするんですよ。けどだってハンドメイドでしょ。ハンドメイド普通に売ってんだよ。ハンドメイドじゃないでしょ。その売られてんのは手作りで作られてんじゃないの。手作りじゃないんじゃない。そうなの。こうやって、ああ、こうやってやってますから。パーツであるのか。で、これちなみにこれですね、これが僕がね、一から作ったんじゃなくて、結構ね、調べるとね、改造して作るって人がいて。あ、なるほどなるほど。僕はこの、ね、この、キャラクターの、中古リサイクルショップで500円、超安いですよ、うん、リサイクルショップでもね、2000円ぐらい、大体細かいですね。ネンドロイドの、中古結構ね、はいはいはい、買う人が多いんで。で、このキャラクターが見える逆が、このキャラクターですね。このキャラクターを、どうなったかっていうと、こうですね。ダン、ダン、あ、ぼやけるな、カメラぼやけるな、こう選べる。あ、はいはい、こういう感じ。シャル超、おお、本当にシャルだ。結構ね、だいぶ細かく作りましたよ。これはチャグマですかね。ここチャグマ、チャグマシャルがね、僕好きなんですよ、見た目、服装ね。あ、細かい。すごいね。これいくらで売るの。これあれ、いくらで売ろうかな。200円でしょうか。安くなった200円。入ってつきますね。まあけどこの後これでガチャを引いて出ればもっとガチャ上がりますから、はい、ちょっと見づらいねこれだとね。まあまあサムネのと、あと最初に撮ったじゃん、あはいはい、あれを舐め回す、ね、舐め回し映像がありますんで、はい、これ制作時間ね超かかったよ、マジ。ほんと何十時間どころの騒ぎじゃない。何十時間どころの騒ぎじゃないの、200円でも落としてるんだ。時給いくらだ。そうそう、これをね、で、そう、これをこの何、もともとのネンドロイド、これもう細かいパーツでできてる。これを髪の毛とかカッターで切ったり、ハサミで切ったり、服をこうバッサリこういろんな形切ってから、僕はね、このタミヤのエポキシパテ、これを持って、これですね、これパテですね、パテ、はい、タミヤの、うん、これを持ってはこう削って、カッターとかで削って、でヤスリかけて、でだんだん形を作っていくんですよ。そのパテって固まるのにどれぐらいかかるの。固まってから削んなきゃいけないですか。そうですね。これは初めね、この特用買ったんだけど、こっちちょっと使って、その後ね、速乾性のやつ買って、こっちしか使ってない。だこっちやるっていう人はね、多分こっちの方がいいと思うな。何分ぐらいかかるの、そのパテ固まるまで。1時間ぐらい固まるんじゃないかな。じゃあ一回つけてから待って。そうそうそう、だからこっちやって、こっちやってて。ああ、なるほどなるほど。そう、作業工程ね。はいはいはい、はい、ということで、見ていきますか。ホントね、ガチャ引くのがね、本当にここまで俺はね、怖いのは初めてだね。ちなみにこれ全部シャル。そうね、シャルが出たらやめます、とりあえず、うん、で出なかったら引くよ、もちろん。3周年の分は、だって俺シャル、この間の凱旋ガチャで、凱旋で家シャルがね来ちゃったんで、あれ握りしめなくていいの、そのシャルを画面に出さなくて。握りしめる、そうだね。
どれだどれだ、ちょっと待ってちょっと待って、どれどれどれ、それ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 、これでいいのそれ、はい、本当に合ってるよ、嘘つかないよ、大丈夫ですよ。インディアン嘘つかない、てかそれしかねえだろ。あ、これしかないの、それしかない、キャラガチャ、あ、そうか、いくよ、え、スタンプいいのこれ、スタンプ俺一回も引いてないけど、うん、キングスクラン、いくよ、はい、こないだも引いてるからね、やばい、俺コミが消してないのかもしれない、消してないかもしれない。ということはロードがないと危険っていうことですね。そうだ。けどどうだろうね。もしかしたらもステータス画面でたまたま見てるかもしれない。協力とかやって。そうだね。普通のクエストで。はい。いやーマジ来てほしい。コンプコンプ。で4か。前回の凱旋で50連したのにもかかわらずキャラがそんなに俺出てない気がするんだよね。そうだね。それでまあここにねなびいてくれたら。そう、なびが来てくれれば。早めに来てくれないと困るね。そうだね。3周年があります。あ、これなんかスルーのコミュニティだってしてないんだもんね。うん、ね、うん、スルーな感じだね。はうん、終わっちゃったかな、君は。フォースターはちなみにコリンと、あー、コリンと、コリンだってか、いや、フロー出たの、あれ誰かフローリアみたいな、あれいない、フローリア出た、フローリア出た、あ、2体出てるんだね、じゃあ、あと918個、ジュエルお願いします、この辺で、この辺で、これで出てほしい、うん、いやー、やだやだやだ、マジやだこんなに、ああやばい、やばいよやばいよ、せめて1体ね、シャルじゃないにしても、うん、こんだけ待ったからね、でもね、そうね、シャルじゃないとでも俺なんかね、やっぱり追い続けない、すっきりしない、ね、追い続けたくなってしまうじゃない、ああなんか、あ、いい形、いい形だね、合間合間に、あ、いやいやいや、弥生さんが恒例の、はい、え、噛まないとダメかな、ガリシの、そうだね、ちょっとスローになってほしい、とりあえず、あー、真冬さん見ますね、見るね、もう長いよね、真冬もね、真冬王国はね、うん、長い分残りそうだもんね、さて、つうかね、引きが悪いな、単純に、うん、いや、次、だから次と次に来るよ、そうだね、うん、来るはず、よし、これ、このガチャで合ってるね、合ってる合ってる合ってる不安になる、これ出なかったらもう不安しかないから不安になる、そうだよね、まあ、実際間違ってて欲しかったですけどね。ちょっとちょっと。これだって出なかったらそのシャルロットのおけど多いよ。金めちゃくちゃ多くない？いやね、カブリンがカブリンが。カブリンが、ああ多い方だね。かなり多いね。一、うん。ああはいはい。三。4、はい、5、すごい、来るね来るね、来るけど6、いやー、うん、 あと2体7、うん、いや、星4は今2体出たから33連で2体次で3体、4体ぐらい、たまにはさ来んないと、もうラストよ、ラスティ、このラストで引いとかないとマジで3周年が引けなくなるんだ、うん、そう、よし、いけ、お願い、行ってくれ、マジお願い、うわーねー、くぅー、いきひ、俺らの絶望的、やばい、引きやばくなったね、オーメンズさん、オーメンズの皆さん3人ともやばい、黒さんだけだね、黒さんはね、でも低迷するから、俺らと波が逆なんだよね、うん、そうそうそう、基本的に、ほら、また真冬さん、真冬、真夏なのに、そうだねいやーちょっと望みが、もう他のキャラは一切出てくれなくていい、本当そこで星4を消費してほしくない、そうね、いやこれはちょっともうやばいやばいやばい、やばいね、じゃあ単発いっちゃう、単発になっちゃうよね、いやー、島掘りはもうできないんだ、島掘りはね、いや、ほぼないほぼない、協力がちょっとあれあるぐらい、氷結がバトルクラッシュ、そう今日のやつね、今日酒ねそれそうだね、あと一瞬分かんないでしょ、やっぱ混まないとダメかな、ガリシャやけど、だからその混まなきゃダメなのかダメじゃないのかのこのダメだね、瀬戸際がいいよね、そうだね、うん、楽しい、来い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 、いや、さらっといくね、やばいよ、あー、金に余る、金月は、けど
やばいよ確率が。あらららら、コミがな、ここで労働。あーそうなんや、フォースターもいるから、うん、やばい、もうあと3回はあ、え40トータル47連よ。そうだね。で3体か、新キャラなしよ今。新キャラなしでフォースターなし。あーびっくりびっくりする、びっくりするね。なんとなくこういうことでしょ。あぼやけてるこういう感じでしょ今ちょっと頭の感じがね、うん、もわっとした感じお願いします。いや、やばい、スルーだ、どんどんさらっていっちゃう。剣率はラスト、うわやばいよ。3周年も引けなくなるし、本当だよ、ここでシャルも引けないって一番。そうだね、またシャルを追わないといけなくなっちゃう。だからガチャは怖。ああせめて金庫、うん、ああだからやりたくなったんだよ、ガチャなんて怖い。ガチャなんてショックだわ、これショックだわ。ガチャなんて引かなきゃよかった、もうこのまま引かないで終わればよかった、今回スルーでスルーすればよかったねこんなに頑張って引かないっていう選択肢そうね、それもありかもしれないね。これはショックだよ、ね、頑張ってましたからね。あれ邪悪な顔に見えるんだよちょっと意地悪な顔。なんかないよね、ないそこにないですよ。なんかついつい出しちゃって、つい出しちゃってないんですよね確か。うん、あ、一回引ける、一回引ける奇跡、奇跡、大どんでん返しだからいつも。そうです、大どんでん返し、お願いします。混んで1回ぐらい混んでほしい、大どんでん返し、混み来い。あースルッていった、早かった、早かったね。あーほら48連、もうないな。よろしくお願いします。はい、ということでね、こんだけあれですよ、今までのねオカルトの中でねかけた時間は山に例えたら最高峰ですよ、ね、それなのにね、もうさらっと裏切られてしまうっていう。まあ僕らの中ではそう、うん、そのまたそれが一つオカルトじゃないですか、頑張ったオカルトほど、うん、そうだね、出ないっていう、うん、そうあるよね、ちょっとね、うん、これちなみに今いくらの価値ありますか。え、いくらの価値、うん、はい、400円です。あ、払ってる倍になった、倍になりましたねこんなもんこんなもんじゃないですよ、はい、まあまあまあこれはね、うん、まあ趣味としてね、またね、うん、なんか機会あったら、機会あったらっていうか、まあ作りたいと思いますね。そうですね、これははい、難しいポイントが、はい、ということで、ラストね、これに対しては僕のね、あのツイッターなんかでこう上げてましたけど、応援してくれた皆さんね、ありがとうございます。ほんまに。それじゃあね、皆さんもね、あのネンドロイド自作でまあ楽しんでやってみてください。ね、好きなキャラをね。はい、ということでね、またちょっとジュエルが入ったら引こうかな。ちょいちょい。うん。したらね、バイバイ。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter フォローもよろしくお願いします。ありがとうございました。バイバーイ。明日に投げた思いは羽を生やし空を駆け巡る、そして浮かした体は全ての未来を連れてくる。